2006年8月、はい、代表に選出。目の前に吉勝さんがいて、うん、岸さんがいて、うん、あの2人のクオリティの素晴らしさっていうのは衝撃でしたね。もう一番衝撃だったのはキャッチングです。11月のバンフォーレ戦ですか。左膝の靭帯損傷で全治3ヶ月、はい、不安でしかなかったです。やった時は本当メンタル的にもきつかったんですけど、うん、この足でもできるっていうことを、うん、証明していけばいいんだなと思いながら、そのワールドユースから帰国後、はい、まあ、7月2日横浜 F マリノス戦、はい、これでリーグ戦初先発ですよね、はい、初めて先発リーグ、緊張しました？めちゃくちゃ緊張しました。やっぱり違いましたね、プロの初戦となると、うん、前日寮で一人でもう足が震えちゃって、しかもホームじゃないですか、うん、大分のあのスタジアムで、はいはい、サポーターの方の声援聞けながらやるっていうのをすごいイメージしたら、うん、もうドキドキしちゃって、うん、入場する時も足震えてました。へえ。でも逆になんかピッチ立つと、うん、その震えがなくなって大丈夫にはなったんですけど、うん、まあ、対戦相手は横浜マリノスだったんですけど、うん、やっぱり代表選手がずらーっといる中で、うん、はい、もう夢のようでしたね。 0-2 で負けたんですけど、うん、なんか僕としては非常になんか楽しめたというか、うん、まあ、いいスタートを切れたのかなっていう手応えがありました。ちなみにどうやって点取られたとか覚えてます？その試合確かヘディングゴールを決められた覚えはあるんですよね、うん、大島選手か誰かに、うん、その中で好セーブもちょっと覚えてて、お、はい、なるほど、かろうじてまあ、あのマリノス戦以降1試合除いて、はい、あとは全試合に出場して、うん、高卒1年目で24試合ですか、はい、に出場、そしてもう正ゴールキーパーの座をつかむわけですけれども、はい、このスタメンをつかめた要因をご自身で振り返ってみるとどんなところにあると思いますか？ファンボカンさんのおかげだなとは思っていて、うん、やっぱりもう1年目の自分を、うん、まあ、本当に出していただけたっていうチャンスを与えてくれたっていうのは普通の監督だったらありえないことだなと思いますし、実力でその岡中選手やったり高崎選手を抜いてるわけでもなかったので、今だからすごい思うのはやっぱり岡中選手や高崎選手の立ち振る舞いは本当に素晴らしくて、若い自分が出てても嫌な顔せずにやっぱり練習 100% でやったりとか、そういう姿勢は今でもやっぱり覚えてたので、自分がそういう立場になった時、うん、そういう立ち振る舞いしたいなとは思ってました。うん、まあ、1年目を振り返ってみてご自身のパフォーマンスとして、まあ、どんなシーズンでした？いきなり、うん、あの降格争いをしたシーズンでもあったので、うん、自分が出て勝てなかったりとかいい結果を得られるシーズンではなかったんですけど、うん、それがもうすごいいい経験にはなって、試合後サポーターの前で泣いてしまったり自分もいたんですけど、うん、まあ、そういった時でも、まあ、吉田孝之さんが、うんうん、周作お前のせいじゃないからって泣くなよっていうのをすごい声かけてくれたりとか、もう本当周りの人に助けられながらやった初年度だったかなと思います。まあ、でも高校卒業してすぐ1年目でねゴールキーパーとして出て責任もあるし感じるものあるし、ものすごくこういろんな経験をしたシーズンだったんですよ ね、 そうですね、きっと。で、あの2006年8月、はい、若干20歳、まあ、アジアカップ最終予選のメンバーですね、はい、A 代表に選出、はい、A 代表に選出された時の心境はいかがでしたか？えって本当ですかって言って、うん、本当緊張しすぎて、うん、しかも最初の招集がレッツ対大分、うん、で大分で試合して次の日福岡空港から移動するみたいな、うん、そこにいたらもうレッツ の、 その代表の選手がいるみたいな、つぼちゃんとか、はいはい、そうです、あれ、はい、クス、トゥーさんとか、あ、長谷部、長谷部いた、いました、いた、いた、6人ぐらいいたと思う。あ、そうですよね、うん、ギッさんもいたかな。ギッさんもいました。僕 A 代表で初めて吉川さんと、うん、ギッさんとやらせてもらったんで、で、まあ、あの代表、まあ、試合の出場こそなかったんですけれども、その初めての A 代表での活動を経験してなんか感じたこととかってあります？オシムさんだったじゃないですか、うん、で、いきなりの、まあ、代表が A 代表がもう
イエメンまで行くっていう、うん、その飛行機に乗るだけでも緊張するし、うん、着いてすぐ練習行ったの覚えてます、うん、緊張して何が何だかわからないぐらいの気持ちだったのをすごい覚えてるので、うん、でも目の前に吉勝さんがいて、うん、岸さんがいて、うん、あの2人のクオリティの素晴らしさっていうのは衝撃でしたね。オシム監督はあの西川選手にとってどんな監督ですか？もっと一緒にやりたかったなっていうのはすごい率直な意見で、今までやったことない練習を数多くさせてもらって、もうビビスも何色もある中で頭使ってっていう、最初はもう本当全くできなかったですけど、あの練習をずっとやってたらどうだったのかなっていうのはすごい。まあ特にオシムさんはゴールキーパーにも足元求めてましたからね、はい、当時から。そうですね、今思えば本当に最先端のサッカーをしようとしてた監督だったのかなと、うん、ゴールキーパーが今本当にフィールドプレーヤーのように足元を求められる時代にもなってきたので、うんうん、吉勝さんとか、はい、楢崎さんとか、はい、岸さんとか足元一番上手いじゃないですか。いいえ、そんなことはないですやっぱりでもそういう意味では自信はあったでしょう。自信は足元にあったんですけど、うん、そのセービングだったりキャッチングする能力だったりっていうのはもう全くだなと思いました、まあ、当時ね、はい、吉勝さんとか奈良さんとか、うん、すごかったもんね。すごいっすよね。もう一番衝撃だったのは、うん、キャッチングですもん。キャッチングなの？キャッチング、もう確かにセービングも本当にすごくて、うんうんうん、入らないっていうイメージはすごいあったんですけど、キャッチングがすごいとかすごくないとかわからないんだけど、まあ、どう違うの？音が違います音なんだ。はまる感じですかね。もう掴むんじゃなくて、ボールをはめてる感覚なので、綺麗なキャッチングをしてたっていうのをすごい覚えてます。それって大事なんですか？大事ですね。難しいシュートももういかに簡単に抑えるかっていうのが一番キーパーの凄みだと思ってるので、弾くのは、はい、例えばできたとしても、はい、マイボールにするって意味では、そうなんです。キャッチングなんだ。キャッチングが上手い選手が一番やっぱ、うん、なので、もう当時吉勝さんだったり奈良さん、うん、岸さんもやっぱりもう見てると、うん、キャッチングが半端なかったです。まあそしてその、 あの代表に選ばれたり、まあ、チームでも構成ゴールキーパーになって、まあ、順調に来ていた中で11月のヴァンフォーレ戦ですか。そうですね。左膝、はい、の靭帯損傷で全治3ヶ月、はい、残りのシーズンをこう欠場と、はい、翌年2007年3月のジュビロ戦で復帰したものの、はい、また負傷で離脱、はい、キャリア最少の11試合ですか。そうですね。にとどまると、はい、この時どんなことを考えてました？初めてのその大怪我で不安でしかなくて、はい、復帰してももうテーピングをぐるぐる巻きにするみたいな。高十字、そのイメージすごいあった。高十字やってたんで、うん、テーピングガチガチのままジュビロ戦で復活したんですけど、うんうん、パフォーマンスもやっぱ全然上がってなくて、うん、まあ、練習中にここに強いシュートが来たんですけど、うん、もうそれだけでまた行ったんですよ膝が。シュートで？シュートで、その時の練習の集中力って言ったら、ちょっとどこか気にしながらやってた部分があって、うん、思いっきりやれてなくて防げた怪我をやってしまったなっていうイメージだったんで、うん、もったいない怪我でした。2回目はそれは怖さがあるからですね。ちょっと不安な自分がいたんで、やっぱり本当に戻るのかなと思いながら、復帰してもインサイドキックがもうあちらこちらに行っちゃって、うん、全然蹴れなかったんですよ。で本当に本調子に戻るのかなと思いながらやってて、うん、その2回目のその高十字やったので、うん、不安でしかなかったです。それどうやってその復帰というかちゃんとこう戻ってくるというか、もうやるしかないなとは思ってたんですけど、もう最初やった時は本当メンタル的にもきつかったんですけど、うん、岸さんに相談したことあるんですよ、試合の時に。あの方はね、はい、高十字やってますからね。そうですよね、まあ、試合後とかにちょっと岸さん、うん、あのすいません、高十字どうやってそう本調子戻りますかみたいな相談したことある、うん、大丈夫、やってれば自分のものになるから
自分のものにすればいいんだよみたいな感じで言われたんですよ。でもその時僕意味が分からなくて、正直何言ってんのこの人、何言ってるんだろうって思ったんですよ。悪いところ出てきましたよその時は思ったんですけど、うんうん、この足でもできるっていうことを証明していけばいいんだなと思いながら、うん、この足は足なりにやっぱスペシャルなものがあるんで、うん、なるようになるなと思いながらやっていくと、うん、こう正常な膝だった時に、うん、まあ、できた動きができなくても、うん、他の動きでカバーできるなみたいな感じで今やってます。自分のものにしてってるってことですか。そうです。キッさんのお話してくれた意味がようやく分かりました僕は。じゃあ今も付き合ってる。付き合ってます。その後に半月板もやってるんですよ、なるほど。で2009年のシーズン、まあ、自身初のリーグ戦全試合出場、はい。まあ、個人としてはコンディション面で気をつけたこととかってあります？そう、2008から9にかけて本当プライベートなところで自分も結婚したんですよね、うん、その時に心境の変化というか、うん、もっと頑張らないといけないなと思って、もう怪我してる場合じゃないなと思いながら、メンタル面で、メンタル面で結構変わったのを覚えてますね。なんかそのトレーニングに入る時の準備とかケアとか食事とかそういったものは特には変えてはいないですか？トレーニングの部分ではやっぱり膝を怪我してからは補強をしっかりするようにもなったのと、うん、やっぱりこう刺激が入っていないと不安でっていうのもあったので、うん、食事はもう、まあ、量も出て、うん、奥さんと暮らすようにもなって、うん、奥さんが、まあ、助けてくれた部分があったので、いろんなこうアドバイスをいただきながら、個人としては安定したシーズンだったと思うんですけれども、はい、まあ、チームは14連敗ですか、はい、で J2 に降格、はい、チームがうまくいかなかった原因みたいのってあります？まあ、一つ考えられるのが、うん、2008年に、うん、まあ、大分はナビスコカップ取ったんですけど、初めて。そうですね、はい、まあ、ナビスコカップ優勝した影響で、うん、翌年の1月にアメリカでパンパシフィックカップっていう大会に招待されたんです、はいはい、大会に、まあ、置いたときにいた全員で行って、うん、でもやっぱり1月なので、1月ってもう本当にコンディション作りをする時期ではあるんですけど、その時期に、まあ、すぐ試合だったりとかで、うん、なかなかコンディションを作れなかったんですよ、うんうん、まあ、試合やっていくうちに勝てないと、うん、で監督も交代するし、うん、先制しても、うん、もう後半なんかスーパーゴール決められたり、絶対逆転されるし、で14連敗という不名誉な記録を作ってしまったシーズンでもあったので、うん、で、まあ、大分もちょっと財政が厳しくなって、うんうん、まあ、僕も契約は残ってたんですけど、ほとんどの選手が、まあ、大分のために出てくれと言われて、うん、広島に移籍するっていうことを決断しました。14連敗の時のチームの雰囲気って、いや本当もうバラバラでした。そうです、ね、もうどうやったら勝てるんだっていう、うん、ミーティングも何回もしたんですけど、うん、やっぱり若手とベテランの選手でこう違う方向向いてしまったりとか、うんうん、みんな勝ちたい思いは一緒なんだけど、うん、ちょっとこうバラバラになってた時期だったかなと思います。あ、まあ、そして西川選手の方からもありましたけれども、まあ、経営の部分も含めてまあ、チームを離れなければならないということでサンフレッチェ広島に移籍、はい、サンフレッチェに決めた理由ってあります？ペトロビッチ監督のサッカーをしてみたいということで、うん、初めてね大分を離れるわけですね。そうなんです。できれば残ってやりたかったんですけど、うん、まあ、自分の一つ目標も日本代表という目標もありましたし、うん、出て広島でまた活躍することが恩返しにもなるのかなと思ってたんで、うん、もう2010年、まあ、サンフレッチェ広島で、まあ、正ゴールキーパーの座をつかみ出場機会を、はい、まあ、得る中で迎えた南アフリカワールドカップ、はい、まさかの落選だったというふうに思うんですけれども、はい、吉勝さんが入るっていう理由はもうすごい自分としては納得できて、うん、4年後、うん、自分がその実力で入れるように頑張ろうっていうモチベーションにはなりました。まあ、当時の監督だった、まあ、ミシャさん、どんな監督ですか？一番印象的だったのはやっぱ足元でそのミスをして失点してもいいんだと、うん、
あの言葉で結構思いっきりできたというか。